そうやってすぐ癇癪起こすとこが赤ん坊だっつってんの。うげーあーおかしくなっちゃった、赤ちゃんになっちゃった。嘘だろエコーやめろ。おつおつ、お、タルト完成した。デコレーションかわいいね。チャラいなこの人は。マジカメ映えって感じ。一枚撮らせて撮らせてって言いながら撮ったな。もう店に売ってるやつみたいだ。甘すぎず、それでいて濃厚なお味。お口の中が栗畑なんだね食レポうまいな妙に。ねえねえトレイ君、あれやってよ。あれ、ああ、あれか。あれ、お前たち好きな食べ物は何だ。俺はチェリーパイとハンバーガー。俺は鶏の唐揚げ。俺様はツナ缶なんだぞ。あとはチーズオムレツと焼いた肉とプリンと。チーって言えばオムライスですかね全部可愛いなデュースは。それじゃあ行くぞ、ドゥードゥルスート。これは何、マロンタルトなのにチェリーパイの味がする。え、これもしかしてトレイ先輩のユニーク魔法。味を変える魔法がクローバー先輩のユニーク魔法なんですか。正確には要素を上書きする魔法だな。あ、味だけじゃなく色や匂いなんかも上書きで。なるほど。効力は短時間しか持たないから落書きみたいなものだ。あ、だからドゥードゥルなんだ。なるほどね。さ、今日はもう遅い。タルトを寮長に渡すのは明日にして寮に戻ろう。ケイト先輩、ああ、よかった、やっと帰ってきてくれた。え、なんか起きた。第256条、夜8時過ぎに蜂蜜入りのレモネードを飲んではならないに違反した寮生10人がリドル寮長にまとめて首をはねられてしまってマジ気をつけろよな全員、破りすぎだろ。もう嫌です、こんな生活。わけわかんないルールでがんじがらめ。まあ確かに辛いわな。別の寮に転寮したい。俺が寮長に話をしてくるよ。お前たちは部屋に戻ってろ。じゃあ俺は女王様のご機嫌取りのためにお茶でも入れてきますかね。こういう場面からケイト君がこの寮にとって実はめちゃくちゃ大切な存在。紅茶は避けてハーブティーにしてくれ。確か第153条で夜のお茶について決められてた。よう覚えてんな。あいよ、オッケー。お、これはなんかの伏線なのかな。昨日のお泊まり会は楽しかった。枕投げとかトランプとかして青春しちゃったなんかこの人だけ日本住んでる。おはようございます。しましたよトランプトランプしたんかい。グリムが全然ルール知らないからババ抜きだ勉強しろや、やるなら。全然勝てなかったんだぞ。めちゃくちゃ弱そうトランプ。お前はジョーカーを引いた時顔に出すぎだ俺じゃん、俺と相葉くんじゃん。今人手が足りてないから急いで来てほしいんだよね。はい、人手ちょっと今から汚い言葉使うね。バカかよ。じゃ、パパッと寮長にタルトを渡して謝って。その態度が許されない理由なんだろうな。おい、やっと来た。待ってたよ、俺くん。たった今、お待たせ、俺くん。何このスライムみたいな増え方。ダイヤモンド先輩が2人。ダイヤモンド先輩って呼んでんの。双子だったんすかのんきかよ。これは俺のユニーク魔法スプリットカード。あー、なるほど。魔法で自分の分身を作れるんだ。へえ、最高の魔法じゃん、助かる。おかえり。あー、やべ、 C までいる。いらっしゃい監督スイちゃん。やべ、これ最高の魔法じゃんちなみに本物のケイト君は俺です。 B なのかよ正解A であれよ。読めないプリフェクトちょ、漢字むずいっていちいち。なんでこんな難しい漢字使うの。リドル寮長のおなーりー。リドル寮長バンザー怖このグループ。うん、庭のバラは赤く、テーブルクロスは白、完璧な、なんでもない日だ。なんでもない日ね
ティーポットの中に眠りネズミは入ってるんだろうね。もちろん、もしもの時の鼻に塗るジャムも万全です。これ原作中は大喜びの会話よ。エースちゃん、今がチャンスじゃない？なんの？よし、告白すんの？タルトを食べちゃったことを謝りたいと思って。やめろその手謝る時にその首の後ろにパーすな。旬の栗をたっぷり使ったマロンタルトです。マロンタルトだって信じられない。あー終わったこれマロンタルト NG だったのかな。第562条、何でもない日のティーパーティーにマロンタルトを持ち込むべから。最悪じゃん。全部で何条まであるんですか、気になる。聞いてみよう。全810条。やば、僕は全て頭に入ってるよ。寮長なんだから当然だろ。ポケモンぐらい多いやん。トレカ知ってた？あ、知らなかったんだ。俺が暗記できてたのは第350条。まさか後半出てくるとは思わねえよな。マロンタルトはすぐに破棄しろ。ああ、頑張って作ったのに。こいつらを寮外へつまみ出せ。これどうなんのこの話。ちょっと待てよ、そんな無茶苦茶なルールあるか。そうだぞ、捨てるんだったら俺様が食う。それはどうでもいい。寮長、申し訳ありません。マロンタルトを作ろうと言ったのは俺です。うわ、トレイ先輩の株めっちゃうなぎ登りじゃん。作ったことが重要なんじゃ。今日今ここに持ち込んだことだけが問題なんだそんなおかしなルールに従ってるなんてバカみたい。お菓子だけに。バカだって。あ、終わった。今土下座してます。怖すぎるんで。いいや言うね、そんなルールに従ってタルトを捨てる。お前やめろ。バカだって思うだろ。俺もエースに賛成です。ああ。もちろんルールは守らなければいけないものだとは思いますが。ずっこけ3人組だ俺たち。いいかい、小さなルール違反が大きな問題につながるんだ。僕が寮長になって1年、ハーツラビル寮からは1人の留年者、退学者も出していない。ああ、まあ結果は出してるわけね、リドル君は。これは全寮内でハーツラビルだけだ。この寮の中で僕が一番成績が優秀で一番強い。確かになんかあの虎のお兄さん留年してたもんねしかもさらにもう1年留年しそうっていう情報俺は入手したよ。だから僕が一番正しい。口答えせず僕に従っていれば間違いないんだ。なんかでもちょっとリドル君背負いすぎてる感じあるな。僕だって痛くて首をはねてるわけじゃない。だよね、なんかちょっと苦悩を感じるわ。ルールを破るからいけないんじゃないか。でトレイ君はちょっと気づいてる気がする。僕に従えないのならまとめて首をはねてやる。ちょっと正義が暴走してるね。こんなわがままな暴君、こっちから願い下げだ。お前は言い方を気をつけような。今なんて言った全ての激励に触れていく。お前は怒りんぼでわがままで食べ物を粗末にする暴君って言ったんだろそんな言ってねえよ。あとお前がとどめ刺すな。おクイズユアヘッド。あー終わった、終わったけどこの目いいね。でも今のくだりってさ、アリスのさ、こいつらをつまみ出せ。あーブチ切れてるわ。絶対謝らねえからなちょっとエース君この量と相性悪いな。手から15分も押してしまっている。最悪だ。いやちょっと辛そうだな。なんかな。はい寮長。気づいてんだろこの二人。お前本当にこれでいいわけ。俺にはどうすることもできないよ。いやちょっとこの二人にしか救えないんじゃないの、リドル君は。お、なんだ、なんかちょいちょいあのカットイン入るね。意味あるんだろうね。突然アドバイザー突然のアドバイザーはうさんくさいんよな。寮長に逆らって追い出されるなんて、どんどん優等生から遠ざかってる。もともと無理だよ。その首輪の重ね付け生かしとるにゃ。ちしゃ猫じゃん。俺はアルチェミアルチェミエビチピンカなんて、ちょもう一回言って。アルチェミアルチェミエビ。その辺のやつらとはレベルが違うぜ。うわすげえ、チェシャ猫の指輪してる。めっちゃ可愛い。これ出してほしいな、グッズで。俺は暴君に理不尽な目に遭わされて機嫌が悪いんだよ。どっか行け。なんかこのチェシャ猫のさ、敵か味方か分かんない感じすげえいいよね。ちっこい頃からあいつは真面目なやつだもんで
何か知ってるのか。知っとるといえば知っとるし、知らないといえば知らにゃ。むちゃくちゃちしゃ猫だ。リドルについて知りたいなら、俺ならまずあのメガネに聞くにゃ。ちょっとメガネ君に聞くか。幼馴染ってことか。そんな感じはしなかったが。おみゃがそう思うならそうなんじゃにゃーの。なら俺に聞く必要はないにゃ。おいじゃ。あ、消えた。顔残っとるんよ。全部消せよ。やっぱ寮長のやり方に納得いかねえんだけど。だろうな。やっぱトレイ先輩も悩んでんだな。つうかよ、リドルよりお前の方が年上なんだろ。ビシッと怒ってやればいいんだぞ。もちろん必要があればそうするさ。でも俺にはあいつを叱ることなんかできない。ああ、なんでだろう。なんで。リドルの全ては厳しいルールの下で作られたものだからだ。作られた。あいつの両親は地元じゃ知らない人がいないほど有名な魔法医術師でね。特に母親は優秀な人で、リドルにも優秀であることを求めた。なるほど。だからリドルは起きてから寝るまで学習プログラムが分刻みで決まっているような生活をしてた。ああ、そういう生活をしてたんだ。食べるもの、着るもの、消耗品から友達まで、うわ、全部決められてた。それは辛いな。それでもリドルは両親の期待に応えるために黙って全部をこなし、10歳にしてあのユニーク魔法を完成させた。それがどんなに大変なことか想像もつかない。リドルは厳しいルールで縛ることが相手のためになると思ってる。厳しいルールで縛られて恐れで支配してこそ成長できると信じる。ああ、なるほどね。かつて自分がそうだったように。そしてルールを破るのは絶対的に悪だと思ってる。だってルール違反を肯定すればルールによって作られた自分の全てを否定することになる。なるほど、自己否定になっちゃうのか。お前たちがリドルを横暴に思うのはわかる。リドルのやり方が正しくないことも。だけど俺にはやっぱりあいつを叱ることなんてできない。うわー、なんか辛い。泣けるこれ。なあ、泣きのフナッシー登場。ちょ、今感動するシーンだからフナッシー控えて。ちょっと今の話を聞いてよくわかった。リドル寮長があんななのはあんたのせいだわ。え？そうだよね。リドル寮長が親を選べなかったのはしょうがない。でもあんたは少なくとも寮長の親が寮長にやってたことは間違ってるって昔から思ってたんでしょ。まあそうか。それは今の寮長が親と同じ間違いしてるって思ってるならちゃんと言えよ。直してやれよ。うわー、かっこいい。これはその通りだな。かわいそうなやつだからって同情して甘やかしてどうすんの。めちゃくちゃいいこと言うやん。エース見直したわ。あいつがみんなに嫌われて孤立してくの見てるだけ。いや、これはグーの音も出ないでしょうね。何が幼馴染だ。そんなんダチでもなんでもねえわ。こら君たち。いや、今ちょっと感動してんのよ、こっちは。ちょっと静かにして、君が一番。そんなに寮長と馬が合わないというのなら転寮するという選択肢もありますが。転寮か。でもそれってあいつに負けて逃げてる感じがしてすっきりしねえな。ではローズハート君に決闘を申し込んで君が寮長になっちゃえばいいんじゃないんですか。めちゃくちゃ言うな。確か決闘の相手に事前にハンデを課すことは禁じられている。リドルに謝ることなく首輪を外してもらうこともできる。なるほど。寮長に挑む権利は戦う流れ入学した瞬間から全生徒に与えられていますよ。ローズハート君に挑みますか。いや、これどうすんの。絶対勝てないけど。よし、なら一丁やってやろうじゃ。大丈夫これ。なら僕も。俺様もだぞ。え、一対三ありな。じゃあいけるやん。話変わってくるぞ。お前たち本気か。デュースまでそんなこと言い出すとは思わなかったぞ。そうですか。男なら
一度はてっぺん取ってみたいじゃないですか。ヤンキーだな。てっぺんってヤンキーしか言わんのよ。挑むなら断然チームの頭っす。頭も言わんのよ。無鉄砲デュエル。俺まぶたまっすぐだな。あ、もう来てたんだぞ。お前もな。今日は決戦日だ。さあ行こうぜ。あ、また心が濁ってる。いや、やっぱこれリドル君の心だと思うな。これよりパーツラビル寮の寮長の座をかけた決闘を行います。挑戦者はエーストラッポラ、そしてデューススペード。2人対1人でいけるんだね。挑戦を受けるのは現寮長であるリドルローズハート。あー、やっと首輪が外れた。どうせすぐまたつけられることになるんだ。束の間の解放感を味わうといい。それじゃさっさと始めよう。リドル君、今日の午後のお茶の用意はどうする？愚問だね。僕のお茶の時間は毎日きっかり16時とルールで決まってる。いや、早くリドル君を俺は救ってあげて。でももう15時半を過ぎてるけど。僕が遅刻をすると思うのか？おお、どうせすぐ決着がつく。かっこいいな、これはこれで。そういうわけで僕には時間がない。一人ずつ相手をするのも面倒だ。二人まとめてかかっておいで。やるね。てかもう15時半って、俺何時まで寝てた？私が投げたこの手鏡、地面に落ちて割れるのが始まりの合図です。めちゃくちゃ何それ。レディファイ。ファイ遅くね？受けてた。どうして？うわ、ちょっと余裕で勝てなくなってきた。あ、強い。レベル100強。レベル100一発やん。悪くない。タイプ相性とかじゃなくて普通にレベル100使えば一発で勝てるんだけど。てかこの顔美しくない？この角太郎めちゃくちゃ美しいんだけど。オフイズユアヘッド。やられとるやん。5秒もかからなかったね。地獄の三沢じゃん。これあれだな、編集で三沢バージョンのリドル君入れてほしいな。俺絵描くか。やっぱりルールを破るやつは何をやってもダメ。お母様の言う通りだ。お母様に縛られちゃってんだな、リドル君は。確かにルールは守るべきだ。でも無茶苦茶なルールを押し付けるのはただの横暴だ。はあ、ルールを破れば罰がある。そしてこの寮では僕がルールだ。だから僕が決めたことに従えないやつは首をはねられたって文句は言えないんだよ。え、これどうやって救うの？そんな簡単なルールにも従えないなんて。君は一体どんな教育を受けてきたの？どうせ大した魔法も使えない親から生まれて、この学園に入るまでろくな教育も受けられなかったんだ。実に不憫。ああ、なんか辛いよ。なんかもう心が悲鳴上げてんの伝わってくるよ。てめえ、さっけんなよ。お、エース。リドル君。なんかの表示。リドル君スラッシュリドル。右ストレートが綺麗に顔面に決まったんだぞ。いいよ実況は。子供は親のトロフィーじゃねえし、子供の出来が親の価値を決めるわけでもないでしょ。がそんなクソ野郎なのは親のせいでもなんでもねえってたった今よくわかったわ。うお、この学園に来てから1年、お前の横暴さを注意してくれるダチの一人も作れなかった。てめえのせいだ。うわ、エースマジかっこいい。そりゃお前はガッチガチの教育ママにえぐい育て方されたかもしんないけどさ、ママママってそればっかかよ。自分では何も考えてねえじゃん。何が赤き支配者だ。お前は魔法が強いだけのただの赤ちゃんだ。いや、それは言い過ぎじゃね。うるさいうるさいうるさい、黙れ。お母様は正しいんだ。だから僕も絶対に正しいんだ。うわ、取り乱してる。リドル、落ち着け。決闘はもう終わってる。クローバー君の言う通りです。挑戦者は暴力行為で失格。これ以上争いを続けるのであれば校則違反になりますよ。新入生の言う通りだ。もう
ううんざりなんだよ。お、乗ってきたね。誰だ、僕に卵を投げたやつは。うんざりだって、うんざりなのは僕の方だ。うわ、本心出たか。何度首を跳ねても、どれだけ厳しくしても、お前たちはルール違反を犯す。どいつもこいつも自分勝手なバカばっかり。いいだろう、名乗り出ないなら全員連帯責任だ。全員の首を跳ねてやる。ああ、もう暴走しちゃってるわ。オフウィズユアヘッド。逃げろ。どうしたらこれ収めれるんだ。どうだ、誰も僕に手も足も出ないだろう。やっぱりルールを厳守する僕が一番正しいんだ。おやめなさい、ローズハート君。ルールを守る君らしくもない。トレイ、これやばいよ。あんなに魔法を連発したら。ニドル、もうやめろ。そうだ、もうやめろ。おい、お前、何でも自分の思い通りになるはずないだろ。ちょっと今エース君のさっきの言葉通じないってなると、もう八方塞がりだよ。そうやってすぐ癇癪起こすとこが赤ん坊だっつってんの。今すぐ撤回しろ。めちゃくちゃ顔破壊されたいのか。やだね、絶対に死ねえ。あー、おかしくなっちゃった。赤ちゃんになっちゃった。うわ、やべえ、庭中のバラの木が全部浮き上がっていくんだぞ。やばい、これスーパーサイヤ人3出てくる時のエフェクトがやばいよ。これバラの木よ、あいつの体をバラバラにしてしまう。いけない、避けなさい。うわ、気になる。バラだけにバラバラだなっていうの俺言うのやめたんだから、シリアスだから。いいな、みんなは言えて。俺も言いたかったのに、さすがにシリアスだった。炸裂マジック。そういう規模じゃなかったよ。もう地球の終わりなのよあれは。最後ジアースなのよあれは。